今回は、飛び出せ動物の森の、アミーボカードの、サンリオとのコラボのやつを箱買いしてきたんで、これを開封しようかなと思います。いや、これね、全6種類だから、これだけ買えばね、まあ、絶対揃うんだよ、全部。とりあえず開けよう。この手のやつね、開けるの苦手なんだよね。あ、苦手。よいしょ。これあれだよね、あのセブンイレブン限定なんだけど、うちもね、7店舗、6店舗ぐらい回って、やっとね、あったんだよね。多分、売ってないところはね、店員さんに言うと意外と中にあったりするよ。これもね、なかったんだよね、この店頭には。店頭にはなくてね。いやー、これだけあればね。じゃあ、とりあえず、6種類、揃うまでとりあえず開けようかな。先に切っとこうか、ちょっとじゃあ。よし、じゃあ開けていこう。はい。とりあえずね、一番欲しいのはやっぱね、キティちゃんだよね。キティちゃんというか、はい。マイメロ。あ、ポムポムプリン。これマーティーかわいいよね。で、あ、そうだそうだ。これはあれだよね。アミーボカードが2枚入ってて、1枚は、あとはシールなんだよね。よし。いい感じ。はい。次。はい。シナモン。おぉ来たこれちょっと雑だよね。名前もさ、リラでしょ。これ絶対ゴリラのリラだよね。もっと可愛くてもよかったと思うんだけどな、キティさん。これは可愛いね。はい。もう4種類揃ったけど。はい。あー、ダブリ。あ、もう全体的にダブリ。はい。まあまあまあ、ダブるよね。次。はい。お、来た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 。なんだっけ。ケロッピーだっけ。これね、この家具がすごい欲しかったんだよ、この和風家具。ちょっと和風な家がね、したかったから。あ、またダブリ。あれ？意外とだね。あ、匠パイセン。はい。あと一種類。なんだっけ、あと一種類。はい。ダブリ。あ、来た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 、キキララだ、キキララ。これも可愛い。なんかもう、サンリオのね、部屋を作りたいよね。全部、サンリオの家具にした。だいたいこれだから5パックぐらい買えば全部揃うんじゃないかな、多分。わかんないけど。はい。一応全部、封を切ったら、あれだね、だいたい、何セットできるかな ?5 セットぐらいできるかな。うん、5セット、分ぐらいは入ってるね。うん。その15パックでね。だいたい5セット。やっぱ確率高いから、これはバラで買った方がいいかもしれないね。なんか、勢いで、ここで買っちゃったけど。いや、でも今回ね、一番、シールで一番可愛いなと思うのはこれかな、やっぱり。いや、キティさん、でもこれ2枚しかない。シールの確率はね、結構バラバラかもしれない。ポンポンプリンが一番多く出たかな。ポンポンプリンとタクミパイセンかなが一番多くて、3枚ずつぐらい。こんな感じか。で、あれだよね。同じ日に、もう一個出てるアミーボカードね。そっちも注文してるんだけど、まだ来なくて。そっちも箱で買ってるから、まあ、そっちもね、届き次第、開封しようかな。うん。はい。映ってないかも。はい。いやー、動物の森アップデートでも大変だね。なんかやることが増えたよね。嬉しいんだけど、すごい。で、今ね、動物の森の中でのね、自分の部屋がもう、ゴミ屋敷状態だから、多分今画像が出てるかと思うけど、いやー、もうゴミ屋敷なんだよ。だからちょっと、これを使ってね、可愛い部屋にしたいね。うん。まあ、ただね、こう家具を買うのが、なんだっけ、ふるさとチケットだっけ。あれをね、また集めるのも、
なかなかだよね。なんか、いらないものをね、誤って買ってしまってね、今ないんだよね、ふるさとチケット。なんかまあ、一家そうな話は、キックボードみたいなのを買っちゃって、あれ乗れるのかなと思ったら、ただの家具だったんだよね。はい。いいや。で、今回はこんな感じかな。はい、次もね、ちょっとまた箱でね、開封するんで。はい。じゃあ今回は、終わろう。はい。バイバーイ。